どうもお疲れ様でございます。それでは第40週目の見通しについてまとめていこうと思います。第40週目は月をまたぎます。9月の30日月曜日から10月の4日金曜日というこんな5日間ですね。いや月のつなぎ目ってこともあったり、自民党総裁が決まったり、さらにはですね、月の初めもあったり、 米国雇用調整が金曜日4日にあったりまあ目白しですわかなりあたふたするそんな1週間だと思います10月が始まったばかりになりますけども早速ねドタバタですからなかなか思うようにトレードできないと思いますまあ、いわゆる難易度が高いっていところですねそういった意味を考えると39週目と同じぐらいの難易度になるかなと思いますけど38週目ほどの難易度はないかなっていうところですね 慎重にやっていけば、トレードできる日は見つかると思います。さあ、それでは月曜日からです。月曜日に気になるのは、材料というよりも、石破総裁が決まった後の波数ですよね。これがドル円市場にどのくらいの影響を及ぼすか。まあ、石破総裁に決まった時に、ドーンとね、4円ほど。 円高の方向に触れましたんで、あれがどのように落ち着いていくか、これを月曜日の午前中、じっくり見ていくことになると思います。はい。そして、それ以外は、特にないかなってとこですね。パウエルさんが FRB で何か発言をするんですけども、これも深夜3時ぐらいですね。実質的には、10月1日の報道になるかと思います。ということは、月曜日も、 午前中をね、えー、ずっと観察に要すると思いますけども、火曜日も午前中は観察した方がいいかなってとことです。で、そこに朝の材料8時50分、日銀短観、このあたりが来てますね。ここも市場に影響を及ぼすと思いますので、月曜日も火曜日も午前中じっくりと相場を見ていくことになると思います。で、やっぱり月末と月初っていうのがね、9月30日。 10月の1日と来ますんで、1日中何もできない可能性もありますんで、慌ててね、トレードをしないようにしてくださいね。はい、10月1日火曜日は以上のような形でございます。まあ23時に ISM がありますんで、これが起動されて、水曜日なんとなくね、トレードができるんじゃなかろうかっていうとこです。で、水曜日は、 21時15分に ADB の雇用統計がありますので、これまた結構な波風が立つと思います。月曜日、火曜日、水曜日、それぞれ単体で見ていかなくてはいけないかなってとことですね。で、木曜日になりますと、水曜日の市場を引き継いで、あ、水曜日にね、21時15分にちょっと荒れた市場が、あー木曜日に引き継がれますんで、木曜日も朝から、 市場をしっかり観測するということで、もうね、月か水木、それぞれ午前中に観察して、仕掛けられる日は午後からっていうパターンは同じですね。はい、ISM IS が出ますね、これはね。で、金曜日も単体で見ることになります。いや、もう本当にね、手がつけられない一週間になるかもしれませんね。ただ、午前中しっかりとシナリオをかければ、午後に十分勝負になる日ばかりですんで、 まあそういった意味で言うとね、えー、午前中にじっくりと相場観察し、午後から小ロットで攻めていく、まあ、こんな形でいいんじゃないかなと思います。まあでもね、ちょっとこう、難しい週になるといえば週になると思いますんで、39週目、手が出なかった方は、この40週目もね、そ軽い気持ちで見ていただければと思います。難易度は星3.5ってとこでしょうかね。 はい、それでは。